なんか見たことあるな、この光景。ゼクちゃんの時と同じ。ついに買ってしまいました。いやコットちゃんでございます。買っちゃダメだと思ってたんだよね。なんで？調子乗りすぎ。ああ、いや、わかる。うん。で、コットは絶対いつか欲しいけど、来年かなとか、まあ、再来年かなぐらいに思ってて。うん、早すぎると思ってたね。ちょっと調子乗りすぎてるなと思ったんだけど、うん、エアベッドがパンクして、壊れ。そもそもさ、結構かさばってさ、うちら車小さいじゃん。うん。なのに折りたたんでもこんぐらいになるでしょ、うん、で、重いでしょ。重い。だから、まあ正直買い替えたかったんだよね、うん、エアーベッドが壊れたタイミングで思い切ってコットを購入しました。っていうことで、皆さんのご意見を参考にさせていただきまして、私たちが選んだのはワック。ワックって読む？ワックって何だ。ツーウェイフローリングコット。フォールディングじゃん。フォールディングコット。これなんかね、今月だかに出た新色なんだってね。うん、オリーブ。うん。今まではベージュっぽい、サンドカラーっぽいやつ一色だったけど、うん、新しくオリーブが出たということで、こちらにしてみました。ゼクちゃんと同じような色にするか迷ったけどさ、うん、なんかね、あんまりみんな持ってない新しいのにしてみようかなっていうことで。なんか汚れとか目立つのもちょっと気になったよね。まあね、サンドカラーだとオリーブよりは目立ちやすそうだ、うん、これいくらだっけ？1個一番5000円ぐらいだったっけ、うん、いやどうなんだろう、色は。お、あ、いいよ。お、いいじゃん、うん、こちらです。かわいいじゃん。どう？重い？軽い。でもそのヘリノックスとかに比べたらやっぱ重いらしいけどね、うん、でも軽いよ全然。ああ、女性でも、うん、1個ぐらいなら持てるかなって感じ。いや2個でも持てるよ。持てる、うん、え。さりげなく今買えたよね。さりげなかったな。メーカー保証2年間だって。早速組み立ててみます。私たちがコットを買おうって思った大きな理由の一つがさっきの故障だけど、うん、もう一つが今まで毎回リビングシートっていうか床にシートを敷いて、うんうん、その上にお座敷スタイルっていうの、うん、で過ごしてたんだよね。でもそうすると結構そのリビングシート下に敷いたシートの片付けが大変で、あ、そうだ、泥ついちゃったりとか。今なんか冬と秋の境目で結構泥っぽくなっちゃってて地面が、なので地面むき出しでゼクちゃんを立てる、うん、その中にコットとか置いて靴を履いたまま過ごすっていうスタイルの方がいいんじゃないかって思ったんだよね、うんうん。まあ、あとはこれはツーウェイで高さが高くもできるから下からの底冷えを防止できると、うん、ベッドシート、サイドフレーム、レッグフレーム、レッグポールかな、うん、じゃあ組み立てますよ。まずはこちらのレッグフレームを山側が上になるように組み立てる。山側が上、この山が上で、ああそうね、こうつくんだ。これがサイドフレーム。サイドフレームをベッドシートのスリーブに挿入。はい。入りました。入りました。レッグフレームの
レバーがついていない方。レバーがついてる方。ついてない方。ついてない方をサイドフレームに引っ掛ける。ここに硬い。お、硬そう。硬い、結構。そう。あ、もうハマってる。あ、ハマってるの。ハマった。ハマった。カチとか言わない。うん、確かにカチって言わない。カチは言わないようです。反対側のフレームにアームの部分を引っ掛けます。あ、こうだ。ここのレバーを押すとこうなるから。はいはいはい。これでこうやるんだけど、こっちがもう取れてる。あれあれあれ。あれかな、反対にした方がいいかな。ああ、こういうこと。そう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 。で、こっちをさっきみたいな感じで。うん。ええ、きつい。あ、なんか壊しそう。手挟まないようにして。体重をかけて押し込む。結構強い力なんだ。やるかい。いった。お。ハマってないね。お。これわかんない。わからん。やろうか。交代。選手交代。え、余裕しゃくしゃく。お、いった。いった。うん、そんなに、そこまで。じゃあ、こっちかな。うん、全然大丈夫。やるけど。うん。でもやっぱちょっときついだけあってさ、うん、ピンとしてない。してるね、今のところ、うん。苦戦してます。え、どうやって入れたの。ここ持ってもいいんだよ。 あ、やっぱそこ持ったら楽なんじゃん。あ、怖い。あ、いや何をしてんの。これ3つ目で一番きついんじゃない、もしかして。あ、そうなの。なわけないと思うけど。結構硬くなかった今までより。うん。何その、うん。ででいいんだって。終わりで、これはハイコットにするとき。あ、そうなんだ。うん、じゃーん、できました。寝てみていい。うん、いいよ。あ、いい。いい感じ。めちゃいい。え、全然ね、なんかギシギシするみたいなこと書いてあった、口コミあったんだけど、しないよ。安定してる。うん、そんな沈まないし、しかも広い普通に。見た目で見てた時は狭そうだなと思ったけど、寝てみたら全然なんか意外と寝返りとかも打てるかも。快適。え、めっちゃ快適。マジで。え、ちょっと俺も寝たいな。コットすごい。これ何センチあるのかな。センチは書いてない。あ、あった、190だ。へえ。はあ、あー、いいね。はあ、いいね。ね。わ、すげえ快適だ。こんないいんだコットって。
しみだな。長さ大丈夫？足余裕っしょ。余裕だよ。どうする？あれ引いてみる。そうだね。そして今回これに合わせてもう一つ購入しました。このコットで寝るにあたって、やっぱこのコットの上になんか引かないと、うん、ま、引かなくても夏とかならいいんだよね確か、うん、でも冬はやっぱ寒いっていうのと、より寝心地が良くなるっていうので、うん、インフレーターマットみたいなやつか、ウレタンマット、うん、どっちかを買って乗せるといいみたいなのを、うん、まあ、いろいろ調べて読んで、今回はシリコンマットにしたんだよね。あ、違う違う違う、ウレタンマット、ウレタンマット、うん、でウレタンマットはちょっと安いで防寒に優れてるっていうことで、北海道は寒いのでこっちにしました。じゃん、これすごい軽くない？めっちゃ軽いこれは、うん、でこれもなんかサーマレストだっけ、うん、とかなんか有名な、ちょっとお値段する有名なシリーズいっぱいあるんですけど、今回はキャプテンスタックにしまして、うん、キャプテンスタックはそのサーマレストとかに比べるとちょっとは質は落ちるんだけど、うん、めちゃくちゃ安い、2000円ぐらいだったっけ、その2000円にしてはめちゃくちゃいいみたいな。キャプテンスタックのエバフォームマット、これは超軽い、で膨らましたりする手間もないし、わー、どう寝心地は？うん、さっきよりクッション性がある感じ、うん、あとなんかあったかい気がするやっぱり、うん、スポンジがある分、うん、気持ちよさそうだね、うん、今日ここで寝ればいいんじゃない？全然寝れる普通に自分のベッドぐらい、いやちょっとそれは言い過ぎ、それは言い過ぎでしょ絶対どんなベッドで寝てるのやばいベッドで寝てると思うじゃあちょっとハイコットにしていきます。これは早いね。よし、よし、おお、めっちゃ高い。へえ、どう、高いのもいいね。これ普通に椅子になるじゃん。そうだね2メートルしてる。あれ、それ何キロ乗れんだっけ？2人で乗れんのかな。あ、座るぐらいならいいんじゃない？いいよ。150キロ。大丈夫だね。大丈夫だね。おー、全然安定してるよ。うん。うん、いいね。そうね。いやなんかね、シルエットがね高い方がかっこいいかも。うん、横から見るとねかっこいいよ。え、これ1万5000円ってめっちゃ安くない？いや俺もそう思う。じゃあこんな感じで、ちょっと眠くなったんだけど眠くなっちゃうぐらい心地のいいコッツのレビューでした、うん、はい、まあ、レビューって言ってもね、まだキャンプ場では使ってないけど、うん、いや、いつ行けるのかね、次いつ行けるか分かりませんが、うん、次回これを使えるのを楽しみに備えたいと思います、はい、ということで今日はバッグのコットプラスおまけでキャプテンスタックのフォームマットのレビューでした。それではまた